本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。室町ケミカルは医薬品健康食品尿もとみの企画製造販売などをしている会社です。急騰した理由はバイオディーゼル燃料の精製装置を開発したと発表したからです。共和コンサルタンツは構造物の新設保全、地域整備、創造、防災、減災、再生可能エネルギー、建築などをしている会社です。急騰した理由は分かりませんでした。サンウッドは都市型新築マンションの開発分譲、不動産の仲介、リフォーム、リノベーション、土地、建物の運用、管理などをしている会社です。急騰した理由は上限を10万株または7000万円とする自社株買いを実施すると発表しているからです。アクリートはメッセージングサービス事業をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は25年12月期に営業利益30億円を目指す中計発表したからです。新東は和風強風瓦の製造及び販売などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は決算で事前予想を上回ったからです。毎日ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあればぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。